自分が仙台、あなたからジャーマンでスリーを取るので覚悟しといてください。また同じジャーマンで負けて、終わった時にガネさんの顔見て、どうしようって思ってしまって。ラム会長、女子プロレスやりましょうよ。女子プロだろ、今更感あるよね。女子プロレスラーとして私は試合に挑む。5月3日横浜リボン2019ゴールデンウィーク2の試合後、ちょっと私提案があるんですよ。なぜ私がチャンピオンになれたか、他でもないステーパーオフの世良さんがいたからですよね。実績があって、信頼が置けて、頼りがいがあって、そういう先輩と同じ目標を持って戦ってこれたっていうことが私の成長につながったんですよ。だからそんな経験を後輩みんなにしてもらいたい。ベルトを取ったことある人とベルト取ったことない人で組んでドルマッチぐらいでトーナメントしたいなと思って。こうして雪ひまやの提案で開催が決定した絆トーナメント、先輩であるベルト体感経験者と後輩にあたる未経験者がタッグを結成。先輩は後輩を引っ張る力を、後輩は先輩から試合を通じて学ぶ機会を得ることを目的とした新たなる試み。優勝特典のそれぞれの願いを叶える権利を目指し、5月6日道場マッチを皮切りに全10チームが激しい戦いを繰り広げ、優勝決定戦まで駒を進めたのは、直訴タイム早間の順番。二輪走セラリサ鈴木すず。自分は茜さんと組みたいです。オレンジサンライズ藤田茜、朝日。それぞれのタッグチームには組むべきして組まれたエピソードが。昨年の10月28日両国大会、当時まだ練習生で観客の前でリングに上がることを許されていないはずの鈴が突然リングへ。藤本さんに言いたいことがあります。自分は世良さんが大日本さんの選手と一緒にデスマッチしているのを見て、自分は衝撃を受けて、女の人でデスマッチできるんだってかっこいいって思って、世良さんを知って、このアイスリボンを知って、ここに入団したんです。いても立ってもいられなくなったというか、藤本さんがこのことを知って世良さんとデスマッチ電流爆破やってくれたら世良さんが喜ぶんじゃないかと思って、もう好きすぎて世良さんのことが。私に再びやる気を与えてくれた子みたいな、この子を育ててあげたいなって心から思える、後輩選手なので、彼女を上に連れていくためには私はどんなに犠牲になってもいいなって思えるので、何が何でも鈴と一緒に優勝して高みを目指させてあげたいと思いますね。皆さん気づきました？鈴のコスチューム、私のですよ。これは一時的に貸し出せるわけじゃなくて、すずちゃんにプレゼントしたものですので、なんか嬉しく思って言ってもらえた、ガードもあげますので、コスチュームをいただいた時はもう嬉しい 120% ぐらい嬉しくて、でもこのコスチュームを着て世良さんはいろんな方と試合をしたんだと思うと、その世良さんの期待に絶対に応えなきゃいけない、世良さんにいいところを全力で見せなきゃっていう気持ちがもう溢れ出てきますね。対するはオレンジサンライズ。別に茜をフランクの荷物だって思ったことないんだよ。もう一回3人で組もうよ。
つむりさんはやっぱり茜さんの気持ちは分かってないです。自分の方がよっぽど茜さんの気持ち分かってます。勝ってばっかりの2人に茜さんの気持ちは分かんないと思います。同情だって思うかもしれないけど、そんなんじゃないから。やっぱり自分自身がまだ自力で勝ったことがなくて、茜さんがフランクシスターズの中でお荷物だって思い込んじゃっていたところをなんとなく自分となんか重なってしまって、自分の中で茜さんと自分が似てるんだなってちょっと思って、しかも自分が言ってることに対してのあの時のもちさんやくるみさんの返答を聞いて、いや違うでしょって、そういうことじゃないって強く思えていたので、ありがとうしかなかったいやそれぐらい病んでたんでしょうね。朝日がいなかったらどうなってたんだろう。必然ですよ。もうなんか組むことになって何の違和感もなかったし、まあ自分を絶対示してくれるんだろうなと思ってたし、朝日となら勝てるんじゃないかと思いましたね。その時にもう絶対勝てると思ったので。試合をしてみて序盤会でも今日の自分は0点でした、そういうネガティブな発言をしてしまって、1回戦2回戦って勝ったのは茜さんで、自分は何を知ってたんだろうなっていうふうには思います。自分がもっと強くならないとダメだなって思います。深い絆で結ばれ優勝を目指す両タッグチーム、しかし朝日と鈴の間にはさらに深い関係が。初めて会ったのが中3の夏頃で、見た目がすごい大人っぽかったので、初めて会った時え同い年なんだって思って、で一緒に練習とか始めて一緒に寝て、なんかお互いの夢とかを話し合ったりとか、将来はこうしたらいいねとか、自分が群馬にいて鈴が宮崎にいる時もよく話 LINE とかで話していて、これから2人で頑張ろうねとか、一緒に練習して切磋琢磨する仲を目指していました。本当はすごく仲が良くて、初めは仲が良くて、でも向こうが先にデビューをしてるわけで、その時なんかこうどんどん悔しい気持ちが自分の中でも湧いてきて、そしたらどんどん仲が悪くなってきちゃって2人の関係が大きく動いたのは2018年12月31日後楽園ホール大会。初勝利を狙う朝日を後輩鈴がなんとジャーマンで下し、デビュー戦で初白星、先輩越えを果たしたのである。もともとこう分隊でデビューっていう話があって、でもその後に骨折をしてしまって、こうデビューが伸びてしまった分のこの悔しさを思いっきりこう朝日さんにぶつけて、結果朝日さんから勝利ができて、その時はなんかこうすごくデビューできたっていう安心感と、初勝利ができた朝日さんから勝てたっていう嬉しさと、その気持ちがずっとありましたね。正直なことを言っちゃえば、鈴が鎖骨折ってデビューが延期って決まった時にちょっとホッとしてしまった自分がいたんですよ。このまま自分が勝たないまま後輩の鈴がデビューしちゃって、で当たるってなった時っていうのを自分の中でこう考えてしまって、そしたらすごい怖くて、またすぐ抜かされるのかなとか。でも鈴のデビュー戦が自分って決まった時に、鈴デビューできてよかったねおめでとうっていう気持ちは全部負けたくないっていう気持ちに変わってしまったし、
そんなおめでたい気分なんか一切なくなってました。大晦日はやっぱり一緒に練習してきてるって言っても自分の知らない部分があったなって、デビュー戦はジャマン持ってる使えるなんて知らなかったし、あこんなに近くにいるのになんか隠し技ってこういうこと言うんだなって痛感してしまって、鈴なら勝てるってどっかで自分が思っていたし、もうこれがチャンスだって自分の中で思ってたので、うん、予想外でした。学生をやりながらプロレスをしている朝日さんを自分はこう一番こう近くで見ているので、すごく大変そうだなって思うし、もしこれを自分に置き換えたら、自分は学校に行きながらプロレスをやりながら両立できるかって言われたら、できますとは答えられないなって思いますね。でも自分は中学校卒業して宮崎から上京してきて、プロレスを一本でやっていこうって、もう365日プロレスのことしか頭にないぐらいプロレス一本でやりたいって両親に相談した時も、いいよって頑張ってきなって言ってくれた両親の応援があったから、ここまでやってこれてるのかなって思います。だからこそこう絶対負けられないし、それぐらい本気だっていうことを知ってもらいたいし、ただでさえ練習時間が足りてないって思っても、こう学校の行事とか、例えば委員会で学校が長引いちゃって、あとプロレスサークルに出られないとか、時間的な問題もあるとは思うんですけど、でも自分もう学校にいる時でもプロレスのことすごいずっと考えてるし、あ勉強はしてますよちゃんと。学校にいるからプロレスから心が離れてる時があるっていうのはないです。自分と鈴って多分真逆だと思うんですよ。見た目もそうだけど中身だって絶対正反対だと思うし、まあ、根本的に合わないとは思うんですけど、朝日さんの悔しさは多分誰にも分かんないんじゃないかなって思うんですけど、でもそんなこう負けて負けて悔しい悔しいっていう負のオーラが強いタッグと世良さんにこう自分が成長するところを見てもらうっていう、自分たちのこのもう明るい気持ちしかないタッグとの戦いなので、絶対明るい方が勝つと思うんですよ。それは絶対自分と世良さんのこの絆があれば負けることはないと思います。なんかいつか、今は絶対思えないけど、いつかこう負けててよかったって思える瞬間があってほしいなってすごい思ってしまって、今勝ててないからそう思っちゃうかもしれないけど、なんか自分が強くなるためにそう思いたいです。絆トーナメントは、決勝こそは自分が勝たないと意味がないって思います。優勝するのはもちろんだけど、あかねさんに勝ってもらうんじゃなくて自分が取りに行かないとダメだなって思ってます。絶対に絆トーナメント決勝戦、二輪走セラリサ鈴木鈴 VS オレンジサンライズ藤田あかね朝日、そして 6.30
川口スキップシティ大会にはもう一つの気になる対戦が。なんと10年ぶりとなるトリプルシックスラム会長のアイスリボン参戦が決定。そして対戦相手はアイスリボン代表藤本司が。この YouTube をご覧の皆様はトリプルシックスラム会長がアイスリボンマットに上がるということがどれだけ異質で異常な出来事なのかご理解いただけているだろうか。ラム会長の所属する団体暗黒プロレス組織トリプルシックスとは、新規はファーストリングを中心に過激でアングラでカルトな独特の世界観で多くのファンを魅了する男子プロレス団体。宮本優子や忍、怨霊など確かな実力を持つプロレスラーを輩出する一方で、撮影禁止、他言無用、 SNS への投稿はもってのほかという、気になりすぎるメインイベントがラム会長を中心に繰り広げられ、その全体像はマスコミさえ把握できていないという。そんな謎多きラム会長が大会後のバックステージで藤本に対して、お互い団体のトップ同士最初から正々堂々とやっていけばいいかなって、今まで通りにはいかないけど、まあまあトリプルシックスらしさを出して藤本司と正々堂々とやっていくからよろしくお願いします。まあ言っても私の方がやってる歴は長いんでそこはね、やっぱちょっとトリプルシックスも普通じゃないから、一種な感じでやっていけたらどんどんプロレスも面白くなってかなと思いますね。本人不在の中で決定してしまった今回の対戦、当の藤本司はどう思っているのだろうか。あのツイッターを見て知りました。おいハムコどういうことだですね、まあ、ラム会長の思い入れとか全くないので、なんかあ私の名前出して私のこと知ってたんだみたいな感じですね。どういう選手なんだろうと思っていろいろネットとかで調べたんですけど、試合については一切書いてなかったんですよ。でなんか書いてないというか書けないっていうような感じだったので、こう本当にこっちに届いてないし分かんない、何どういう人なのかも分かんないから、私は一体誰と戦うの、人間と戦うのっていう感じです。なんでそもそも私を指名したのかなと思うし、これってもしかしたら何らかのこの SOS というか何か私に対してこうメッセージを投げかけてるのかなと思うので、だったら私もいろいろ考えたいなと思いますけどね。あの本当に想像しない方がいい試合だと思うので、なんか当日、何かしら私が考えてることができたらなって思います、せっかく戦うので、まあ、いい試合になるのかなって話がそもそもですし、まあ、試合後どうなるか分かんないし本当に想像できないしする必要もないかなと思うんですけど、まあ、終わった後、まあ考えてることはあります。この試合はそうですね、異物対女子プロレスラーの試合という感じですかね。想像しなくて結構です。当日まで、はい、何も考えずに来てください。女子プロレスの王道藤本司と暗黒プロレス組織トリプルシックスの女王ラム会長、最強最悪の噛み合わせ、果たしてどんな戦いが繰り広げられるのか、そして戦いの先に待つ結末とは。シングルマッチ藤本司 VS ラム会長。